昨夜浜松市で住宅一棟を全焼する火事がありましたこの火事によるけが人はいないということです火事があったのは浜松市中区田町の住宅で昨日午後8時ごろ近所の人から住宅が燃えていると消防に通報がありました警察と消防によりますとこの火事で木造2階建ての住宅が全焼隣接する駐車場に停めてあった車2台や隣の家の壁の一部を焼き 火はおよそ10時間半後に消し止められました警察によりますと火元となった住宅には60代の男性が1人で住んでいましたが逃げて無事だということでこの火事によるけが人はいないということです警察と消防が火の出た原因を詳しく調べています